なんでオラがそこにいるんだ。交換させてもらったぜ、貴様と俺の体を。ギニュー隊長、スカウターを。おう、よし、宇宙船に戻るぞ。フリーザ様も戻ってこられるかもしれん。あいつが自分を傷つけたんは、このためだったんか。まずいぞ。このままだと、オラ、いや、あいつらとクリリンたちが、鉢合わせする。待て、うまく地球に帰っても、また父に怒られそうだな。こんな顔になっちゃって。ここを嗅ぎつけられたようです。もうすぐそこまで。言っておあげなさい、デンデ。あの地球の人たちはあなたを必要としています。わかりました、最長老様。どうか死なないでください。ま、いいでしょう。塵の一粒くらいは放っておきますか。何か用か。私はフリーザといって、あなたたちのドラゴンボールを集めてある願いを叶えたいものですが、ドラゴンボールは7個すべてを揃えたのですがね、どうも願いが叶わないようなんですよ。そこで教えてほしいのです。どうすれば願いを叶えられるのでしょうか。お帰り願おう。邪悪な者に教えることはできない。素直に話した方がいいと思いますよ。あなたを殺すぐらいわけはありません。お二人いらっしゃるんでしょう。どちらかの人から聞き出せばいいことですから。ではそうするがいい。だが戦う前にこれだけは頭に叩き込んでおけ。家の中におられる最長老様はドラゴンボールを作られたお方だ。もし最長老様を殺せばドラゴンボールも消えてなくなるぞ。頼んだぞ、ネイル。できるだけ時間を稼いでくれ。わかりました。なるほど。ですが、あなたが殺されそうになっては最長老さんも言わないわけにはいかないでしょう。そうたやすく倒されるつもりはないが、戦う場所を変えさせてもらうぞ。最長老様は寿命が近い。ここで戦って巻き添えを食らわれてはお前にとってもまずかろう。ま、いいでしょう。ほう、これはすごい。戦闘力4万2000まで上がりましたよ。参考までに、これからあなたが戦おうとしているこの私の戦闘力数をお教えしておきましょうか。私の戦闘力は53万です。ですが、もちろんフルパワーであなたと戦う気はありませんから、ご心配なく。お酒！
ドラゴンボールが見当たらん。どこかに隠したか、フリーザが持っていったのか。どっちにしても地球人どもがあの妙な機械で見つけるだろう。それまでは戦闘力をうまく消して、奴らに俺がここにいることがバレないようにすればいい。あのチビどもがシェンロンとやらを呼び出したら、奴らを始末して俺の願いを叶えさせてもらうぞ。奴らは間もなく来るはずだが、今のうちに戦闘服を新品に変えておくか。クリリンさん、あっちの方向です。よし、ご飯急ぐぞ。やっぱりドラゴンボールは7個集まってるみたいです。よし、チャンスだ。父さん大丈夫かな。悟空なら大丈夫さ。あのベジータもいるんだぜ。ドラゴンボールの反応は船の中じゃなくてちょっとずれています。早いとこ探そうぜ。誰もいなさそうだし。あいつら地面に埋めて隠してるとはな。でもこれで全部揃いましたね。あんなところに隠してやがったのか。とっととシェンロンとやらを呼び出しやがれ。そうしたらあのチビどもを片付けて、この俺が不老不死の願いを叶えさせてもらう。揃った7つの玉、シェンロン・ポルンが現る。よし、行くぞ。はい。いでよシェンロン、そして願いを叶えたまえ。出ない。シェンロンが出ない。なんで。ちょっとセリフが違うのかもしれませんよ。クソったれども、何をしてやがる。クリニさん、誰かこっちに向かってきます。え、邪悪な二つの気を感じるぞ。間違いない、さっきのギニューってやつらだ。じゃお父さんはやられたの？え、悟空？ギニューとかいうやつを倒して部下を仲間にしちまったのか？ドラゴンボールが掘り出されています。どういうことだ？何言ってんだ？ドラゴンレーダーで見つけたに決まってんだろ。そんなものか。それで願いは叶えられたのか？それがよ、ダメなんだ。シェンロンが出てこねえんだよ。なんでだろうな。それより悟空、お前なんか変じゃないか。その雰囲気がさ。それになんであいつらのスカウターとかいうやつなんかつけてんだよ。クリリンさん、そいつはお父さんじゃない。え、悟空じゃない。どういうことだ。わかりません。でも僕にはわかるんです。体を取り替えてもらったのさ。こっちの方が相当に強かったもんでね。なんだって。お前はクリリン、ご飯、そいつはオラじゃねえ。よくここまで来れたな。
さ。この俺は義乳独占隊隊長義乳様だ。あれがお父さん？体を入れ替えただと？厄介になってきやがったぜ。ゴアン、クリリン、今のおめえたちなら絶対に負けはしねえ。遠慮なくそいつをぶっ飛ばしちまえ。そんな貴様の元の体だぞ。勝てるはずがなかろう。やってみりゃわかるさ。そいつはオラの体だ。精神と体と一致させなきゃ大きな力なんて出せねえぞ。バカめ、この義乳様にそんなハッタリは通用せんぞ。俺も戦わせてください隊長。こんなチビどもや死に損ないは俺が痛めつけてやりますよ。おっと、だったら俺も相手をさせてもらおうか。ベジータ、貴様いつの間に。早速この体のパワーを試させてもらうぞ。死ね。やっほー。やっバカ。精神と体がバラバラだから力が出せないんだ。もっとパワーを出せるはずだ。ということだ。チースがやられるとは。
やった和室があった。よう、おい、なあ、分かったぜ。
おい。よ。よ。